打ったタイミングでネットが出してやった。はい、お疲れ様です。4月1日です。僕は映ってますか？映ってます。はい、よかった。はい、4月始まりました。今日はエイプリルフールなのに嘘を一個もつかないです。はい、コメント欄に電動新電動レギュレーション発表っていう嘘を言ったやつがいました。あ、なんかいたね。まあそういう子そのぐらいどんどん行ってほしいよね。はい、まあ4月に入ってもね、何も変わらず春休みっぽくて皆さんよく来てくれます。で、この間ね、某ウェイ君っていうお客さんからご指摘があった件で、ちょっと説明したいんですけど、ほら、最近みんないっぱい来てて、公認大会のレギュレーションを変更しませんか。つまり、うちは小学生限定大会が非常に多いんだけど、オープン大会ってのは月に一遍しかやってないんでね、それに関してもうちょっと大人も参加できる大会を やってくれっていう話があったんだけど、まあ公認大会は小学生限定でやります、今後も。はい、そうなんですか。うん、っていうのはやっぱり大人がたくさんいるところに子供って入ってきづらいけど、子供がたくさんいるところに大人は勝手に無理やり入ってくるじゃん、お前らもみんなね、無理やり入ってくるけど、もしお前らがほら机とかにさ、バーッと閉めてたらさ、小学生の子とかが無理やりさ、開けそこ開けてくださいとは入ってこないじゃん。だからやっぱり子供たち優先にしといて、その隙間を君たちがちょこちょこ入ってくるぐらいでいいんじゃないかなって思ってます。はい、まあ別に小学生大会の頻度自体は別に問題はないんですけど、うん、僕らの大会はあと1回ぐらい欲しいよ、ね、増やしてもいいんじゃないかなとは思ってた、うん、だから多分ウェイさんが言ったんじゃないかな、うん、大会をもし増やせるんであれば、例えば土曜日にも公認ができるとかね、そういうのであればやってもいいし、ただ、ね、日曜日に今毎週やってるのは基本的には小学生をちゃんとフォローしていきたいなと思います。っていうのはさ、オープンとかだと出ない子いるんだよ、小学生で。で、なんでお前今日今週は出ないのなんて聞いたら、いや今日今週はオープンだからちょっと怖い。いや別に怖くないって、殴られるわけないよ、殴られるとかそういうんじゃないから別に出りゃいいじゃんって言っても、やっぱり小学生じゃなきゃ嫌なんだって。ぶっちゃけ言うと、うん、僕らのデーマが害悪すぎるせいで小学生たちが呼ばない、うん、そうかもしんない、そうかもしんないから、みんな使ってるデッキ害悪すぎて、そう、エリンギさんなんてもう本当に露骨に ループをずっとやってるだけですから、ね、そうそうそう。だからやっぱりね、一番根っこはね、基本は小学生がみんな元気に楽しく遊べるところなんだよ。だからはい、まあ大根くんがね、今5年生だろ、来年6年生になって、まあいくら大根くん一人勝ちになるような世の中になったとしても、いや、そんなことねえよ、結構強い小学生いっぱいいるし。だから別に、なんつうの、大人たちは月に一遍公認大会もあるし、それ以外にやりたければ居眠りさんって人に頼むと勝手に大会を企画してくれるからね。で、稲森さんにいろんな大会を企画してもらおうよ。で、そのために商品出すってんなら別に公認じゃないけど、店から商品とかいくらでも出すし、あと今ほら、いろんな遠くからいろんなお客さん来てくれるじゃない。で、そういう人たちも歓迎する意味でもいろんな大会を稲森さんっていう人にお願いするとやってくれると思うんで。なるほど、稲森、はい、やれる時とやれない時ありますか、ね、あ、分かってる分かってる。稲森さんっていう人にね、大変頼りになる人なんで。で、それがまあ一応ね、だから今後も小学生は安心して一人で遊びに来れる店であり続けたいと思います。で、それをね、大人たちはそれを応援してあげようよ、みんなでな。昔の自分たちを見るような目で優しくさ、意地悪なデッキとか使わないでさ、優しく戦ってあげてください。はい、うん、そうなんですけど、握りたいのは山々なんですけど、それやったら小学生に簡単に引き殺されるんですよ。いいんだよ、もうそれを殺されとけよ。それやってたら簡単に引き殺されちゃう。いいのいいのいいの、やりたいですよ、俺ら、うん、俺らだって。そのことは僕だってほとんど負けてるからね。ハタさんはな、加減がな。あ、ところで、そうだそうだ、明日 CS? あ、そうらしいですね。明日は所沢で CS があるんだろ。気づいたらそうです、ね。うん、うちからは誰が出るんですか。エリンギさん出るんだ、ラーメン君も出る。エリンギラーメン、ハタ。あと、ラーメン君の友達も出るっつ、うん。あー、あの辺のな、ファミチキとかその辺。言うて、エリンギさんに誘われてはいい。杉山さんも。あ、杉山も出るんだ。ザラーメンコントロールでいい。まあ、じゃあ、うん、真の代表は、ハタさんということで。ハタさんが優勝すると。いや、僕今日電話やってないっすよ。大丈夫。明日に溜めてるんでしょ。そうっすね。パワー溜めてる。今日バトスピ楽しんだんで。あ、分かった。でもさっきハタさん、あれ、そういえば明日 CS じゃんって言いながら、バトスピずっとやってる。バトスピやってる。大丈夫。まあいろいろね、あとはその再来週はなんだっけ、 GP か、 GP、 あ、 GP が再来週、ね、はいはいはい、再来週の GP もじゃあみんな頑張ってください。はい、じゃあそういうことです。じゃあ今日お疲れ様でした。チケット欲しかったな、チケット。うん。